エブリー男爵は、イギリスの貴族、男爵、連合王国貴族爵位。1999年以降は、ウィルトン伯爵の従属爵位の一つとなっている。初代男爵、ロバート・グローブナー・バニティ・フェア氏掲載のカリカチュア、エープ作。数密顧問官や王室会計長官を歴任したホイッの政治家、ロバート・グローブナーは、1857年9月15日に、 連合王国貴族として、ミドルセックス州、エブリーマナーのエブリー男爵に除された。なお、初代男爵は、初代ウェストミンスター公爵リチャード・グローブナーの三男にあたっており、長兄は、父より、ウェストミンスター公爵よ、次兄は、母方の祖父から、ウィルトン伯爵を承継している。二代男爵ロバートは、ウェストミンスター選挙区選出の庶民委員,議員を務めて、 自由党の政治家として活動した。そのひ孫にあたる五代男爵ロバートは、ネビル・チェンバレン内閣下で自重たる議員を務めた。その子である六代男爵フランシスは、第七代ウィルトン伯爵、シーモア・エジャートンの死去に伴って、1999年に、ウィルトン伯爵及びその従属爵位を相続した。そのため、エブリー男爵は、同伯爵くらいの従属爵位となっている。 以降の歴史はミルトン伯爵を参照。ありがとうございます。